コシルジュさんのコーナースタートしてまいりたいと思います。バッター自己紹介からどうぞ。はい、皆さんこんにちは。資金繰り事業再生の専門家、道家健一です。よろしくお願いします。はい、道家さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お勉強させていただきます。はい、ぜひ。今日はですね、国や、まあ、金融機関のですね、制度をフル活用しましょうと、あ、まあ、いうお話をさせていただきたいと思います。全然わかんないもんだって意外とあるんですよね。そうですね、やっぱ皆さん知らないこと多いんじゃないかなと。で、今回はやっぱり、まあ、熊本の地震があったということもありますので、うん、まあ、それに絡めたちょっとお話をですね、させていただきたいなと思ってます。まあ、まずやっぱり被災してしまった皆さんいっぱいいらっしゃると思うんですが、心よりお見舞い申し上げたいと思います。そうですね。はい、実は私ですね、東日本大震災の時も、こうやはりまあ被災してしまった会社のですね、立て直しで関与させていただいたことがありまして。あ、そう。はい、で、まあ、その時のお話なんですけれど、やっぱりその時やっぱりその会社さんって海岸沿いにですね、会社があって、でご自宅やなんかもですね、社長はじめ社員さんのご自宅なんかもあったんで、まあ、お邪魔してみたら本当に全てなかったんですよ。家はもう基礎だけで、会社は鉄骨作りなんですけど、もう鉄骨だけしか残ってなくて、で波の勢いが強かったんでしょうね、鉄骨ぐにゃーって曲がってるんですよ。で社員さんもやっぱり流されてしまったとか、本当に大変な状況の中だったんですね。でいろんなやっぱ問題があるのはもう間違いなくて、まあ、そもそも安全の確保しなきゃいけないとか、生活どうするとかですね、いっぱいあるわけなんですけど、私の仕事柄やっぱりその資金繰りとかですね、お金の絡みが多いもんですから、そこのちょっとお話をですねしていきたいなと思うんです。でやっぱりそういう状況になると、お金をこう、まあ、回収できないっていうことがよくありますよね。売上が上がってて後でもらうパターンってよくあると思うんですけど、皆さんの状況が状況なんでもらえないとか、やっぱ在庫がもうなくなってしまう、使えないとか、まあ、事務所がない、工場が壊れたとか、まあ、あるじゃないですか。ね、本当にありとあらゆるところでね、そうですよね、みたいなことが起きますよね。で、まあ、一方で払うべきものもありますよね。でこれどうしようっていう問題が出てきちゃう。どうするんだろう。で銀行からの借り入れの返済なんて、みんなどうするんだってやっぱり迷われるわけですよ。でここで一つ解決方法というのは国が用意しているところもあってですね、これをご紹介少ししたいなと思うんです。はい、でまず銀行なんかはですね、返済をやっぱり猶予してくれるようなことがあります。なるほど、ね。はい、で当時もそうだったんですけど、積極的にこの制度って使われてましたので、まあ、今回被害に遭ってしまった方もですね、それはもうぜひ、まあ、聞いていただきたいなと思いますし、まあ、あとはやっぱり災害からこう復旧していかなきゃいけないとか、まあ、売上下がったからお金が必要だとか、まあ、いろんなお金の必要性ってあるじゃないですか。そうだね。でそこについては国の方がやっぱこれもですね、政府系金融機関が制度を準備してくれてるんですよね。そうなんだ。ひどい状態だったとしても融資を受けられるような仕組みっていうのが今ありますから、で詳しいところはぜひですね、金融庁とか財務局、あと経済産業省とか、そういうところのホームページ見ていただくと詳しく書いてあるので、まあ、ぜひ見ていただきたいんです。そうね、なんかでも難しくても、まあそうですね、なんか道家さんみたいな人が教えてくださるんじゃないの、そういうのは。あ、もちろんそれはですね、ご質問いただく機会があれば、こちらもぜひさせていただきたいですし、本当に専門家の人たちの話すことって難しくて、本当に分かんないのホームページ見てたら頭痛くなっちゃうもん。でもそうですね、やっぱでもこの制度を知らないがために、こう損してらっしゃる方、悩みがずっと深くなってしまっている方っていらっしゃると思うんで、そこに行けばあるよ、情報がちゃんとあるよ、そうです、制度もあるよって、そうなんです、ね、いうことが分かればね、それだけでも全然やっぱり心の安定が少しでもちょっと違うと思うんで、そうですよね、まあ、ぜひそういうのをフル活用してもらって、まずは会社をこうつなげていく、そうですね、これが絶対必要なんだろうなと思ってますね。大事なことをつなげていくって、そうです ね、明日は必ず来るしね、間違いない、本当にそうです、そうです、はい、でやっぱこういうのって、これ今被災した会社さんの話しましたけど、それだけではないわけですよ。一般で普段、まあ、普通に事業活動されてらっしゃる会社にとっても同じことがやっぱり言えるので、そうかそうか、はい、ぜひ、まあ、情報をですね、もっともっと、取っていただいて、使えるものはフル活用すると。本当です。はい、ぜひそうしてもらいたいと思います。
そんな情報の発信を、ね、はい、いつもしていただいて、やっぱり知っていただくことですもんね。そうですね。ね、どこに行けばいいですか。ああ、もう、はい、あの、ちょっとこれじゃあ私のインフォメーションをぜひさせていただきたいと思います。はい、事業再生に向けて具体的な道のりを示すですね、120分の無料面談相談というのを私の方でやらせていただいております。で、あの、道路の道に家と書いて道家、はい、健康一番で健一ということで、うん、道家健一で検索していただければ、うん、あの、そちらにたどり着けますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、皆さん情報インプットしていただいて、ね、あの、知りましょう。まずそうですね、知っていただきましょう。はい、はい、どうもありがとうございました。今日も道家さん、はい、ありがとうございます。